NASA のランドサットが撮影したセントローレンス島。セントローレンス島は、ベーリング海北部、アラスカ本土の西、ベーリング海峡の南に位置する島である。島北西の岬にある集落ガンベルから 58km 先には、ロシア連邦本土東端のク地半島がある。この島は、アメリカ合衆国のアラスカ州に属するが、アラスカ本土よりも、ロシアのシベリアがより近い。 過去ユーラシア大陸とアメリカ大陸を陸で繋いでいたベイリング陸橋の最後の露出部と考えられている。ハワイ島、コデヤック島、プエルトリコ、プリンスオブウェールズ島、シチャゴフ島に次ぐアメリカ合衆国で6番目に広い島である。アメリカ合衆国国勢調査局による2000年の国勢調査によると4640.1。 平方キロメートルの島2292人の人が居住している。島の長さはおよそ140キロメートル、幅は13から36キロメートルほどである。この島に樹木はなく、肝モト類の植物は北極柳しかなく、樹高は30センチメートルに満たない。島には海鳥と怪獣が多く生息している。これは霊量で海洋深層から大陸方外園に流出する。 不栄養水を含むアドゥイリ海流の影響が大きい。北や東からの卓越風が流氷を海岸から引き離すことで、島の南岸にはポリニアが持続的に存在している。島にはガンベルとサボーンガという二つの集落がある。二つの集落はアラスカ先住権益措置法によって、セントローレンス島のほとんどの土地に対しての権限を得た。その効果として、 先住民のユピックは化石化したマンモスの造下などの販売が特別に許可されている。島には狩りや漁業、トナカイの飼育を制御としているユイトが多く住む。島のユピックの人々は生打ちの牙やクジラの骨などの怪獣を材料とした彫刻の技術でも知られている。ガンベル集落園系ガンベルセントローレンス島は先住民のユピックによりシーベコックと呼ばれていた。 1728年に探検家のビットスベーリングがセイ・ローレンス巡教記念の日である8月10日に島に到達したことからセントローレンス島と名付けられた。セントローレンス島はベーリングが最初にアラスカに到達した地点として知られている。19世紀中央にはおよそ4000人の中央アラスカユピックとシベリアユピックが島にいくつかの集落を形成して居住していた。 その先住民は、漁業や、生打ちやクジラの狩猟を制御としていた。1878年から1880年にかけて島を襲った飢餓では、多くの人が上に苦しみがしや多くの者が島を離れた。島の人口は劇的に減少し、生き残った者の,の多くは、シベリアユピックであった。島の発展のために、トナカイが島に導入されたのは1900年。 その後トナカイは増えていき、1917年には1万頭に増えていった。しかし、それ以降はトナカイの数は減少している。トナカイは最低限生活に必要な肉の供給源として飼育されている。島にはガンベル空港とサボーンが空港がある。1970年代までは空軍施設があった。ありがとうございます。